さあ、ステージはブランニ闘技場。さあ、ひたすら弾を置いている城沼さんですが、大坂さんがここに引っ掛けた。使う？さあ、横に避けてきっちりコンボ決める。置き攻めオカルト、もう一発当たってあっと途中から当たっている。おー、ガチ途中ビート付け。これはもう、おお、1ラウンド目は大坂さん。おお、しゃがんでビート置いていく。ここで痛いの入る。これが、そう、これがあるんだよな。ダブルアップ、ハイライト。さあ、こうなると、うわ、もう当たって、厳しいが、見て、見え、ゲラン差し込んで、おっと、おもう一発、あっと、価格やばい、この人。大阪さん2本練習。おっと、変なところに球が取れ、まあ、大丈夫、被害は軽い、ね、打ち、はい、打ち、おー、打ち、おいしい、出てる、問題ない、問題ない、ゲージ高まって、ゲランガード、知らん、おー、これは死んじゃしない、ギリ残って、最後はバグスやっぱ引っ掛けて、京沼さんが踏みとどまる。おっと、開幕下段が勝ち合って、何かの勝って、わあ、K を横に出して画角、そしてコンボのこの精度、あーっと、タイミングが、インパのタイミングがちょっとずれていた。あっと、引っ掛けた、ちょっと当たってる、僕投げを通す、あー、残り、あー、これは、あ、まじ、拾った、見事、いや、いやいやいや、さあ、2対2、ファイナルラウンド、お互いゲージは十分なので、ゲージ持ってるとこですか？あ、入った！あー、見えよ、もしかすおー、おっと、タスト中ビータスケで切り返した、そんな投げしゃがみが入るのよ、爆弾、まだ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 、ここで、でいったクリティカルエッジ、投げのスカに当たっている、よく見ている、画面見ている、これは横投げ抜けている、横から投げて知らないが、最後は削り倒した、すごい試合いや、すごい、やっぱ多分大坂さんが間違いなく一番